the statue of Baphomet is generally said to have been created by imitating a black goat. But is this opinion really correct? In the 16th century, for example, Giorgio Vasari included the Baphomet statue in his painting. Giorgio Vasari said to have been a disciple of Michelangelo Buonarroti. The Baphomet painted by Giorgio Vasari is a large snake in its lower body. Far away back in the history, a statue with the same face as Baphomet was found in the grave of Queen Puavi in Uru. Queen Puavi said to the Queen of Uru around 2600 BC. The lower body of the statue is also a large snake. Then I, Hiroshi Ashi, claimed that Baphomet is not a black goat, but a snake, or that is to say that a dragon. I will explain it here in this video. バフォメット像は一般に黒ヤギを真似て作られたものだと言われていますが、本当にその見解は正しいのでしょうか。例えば16世紀にジョルジョ・バザーリはそのバフォメット像を自分の絵の中に書き込んでいました。バザーリはミケランジェロの弟子だったと言われています。そのバザーリの描いたバフォメットは下半身が大蛇になっています。またさらに遠い昔、ウルの女王プアビの墓からはバフォメットと同じ顔をした像が見つかっています。女王プアビは紀元前2600年頃の女王と言われています。その像の下半身もまた大蛇です。つまりバフォメットは黒ヤギではなく大蛇、つまりドラゴンだったのです。繰り返します。バフォメットは黒ヤギではなく大蛇、つまりドラゴンだったのです。それをこの動画の中で説明します。広島市浜松シティジャパン。Albert Einstein wrote that common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Yes, common sense is that once made, changing it is not easy. Let's take Baphomet as an example. In general, Baphomet is supposed to beKing Saturn, or has been associated with a Sabbati goat image modeled after a black goat. But is that really the case? I, Hiroshi Ayashi, prove in this video that Baphomet was created to imitate a dragon, and the god it represents is Enki-san Marduk.アインシュタインはこう書いています。常識というのはね、18歳の時までに得た偏見の塊なんだよと。その常識というのは一度作られるとそれを変えるのは容易なことではありません。例えばバフォメットを例に挙げて考えてみます。一般にはバフォメットは黒ヤギ、ヤギをモデルにして作られた悪魔の大王ということになっていますが、本当にそうでしょうか。私、林浩司はこの動画の中でバフォメットはドラゴンを模して作られたものであり、それによって表されている神は延期の息子のマルトク自身であることを証明します。浩司林、浜松シティ、ジャパン。
最初に上の画面を見ながら結論を話しておきます。ジョルジョ・ヴァザーリはルネサンスの時代にすでにバフォメットの絵を描いていました。で、このバフォメットには尻尾、尾があることに注意してください。そして左が今から4600年前に君臨した女王のプアービの墓から見つかったアーティファクトです。左から2番目です。で、これは一般には牛と言われていますが、牛ではありません。牛の形とは違います。と同時にですね、このアーティファクトの腰から下を見てください。明らかに鱗のような、つまりドラゴンの皮膚のようなものが描かれています。つまりルネッサンスの時代にも、そして女王プアビの時代にも、このような形でバフォメットが表現されていたということです。そしてその下半身は、つまりは竜の下半身であったということになります。では皆さんを女王プアビの君臨したウルへ案内します。このウルに紀元前2600年、今から4600年ほど前に君臨した女王プアービの墓から大変興味深いものがたくさん見つかっています。レオナルド・ウーリーらの努力によるものです。で、その中の一つにヤギに似た動物が表現されているものがありました。これは牛です。女王プアビは並外れた大きな頭を持っていたことで知られています。その冠といいますか、飾り物の中にこのようなものがありました。で、これは何かということですけども、バフォメットの顔に酷似しているのが分かりました。で、調べてみます。これがその飾り物ということになります。左が女王プアビの一応復元図ということになっています。この中央の赤い部分に注意してください。で、この姿がですね、ジョルジョ・ヴァザーリがルネサンスの時代に描いた、つまりはバフォメットの姿と酷似しているということですね。そして注意していただきたいことはですね、繰り返しになりますけども、右のバフォメットにはどうやら尾があり、左の、ヤギのような動物はですね、実はヤギではなくて下半身が蛇、つまり大蛇、つまりドラゴンのようになっているということです。つまりここに描かれている、バフォメットはですね、共に下半身が竜になっているということですね。つまりバフォメットイコールドラゴン説へとつながっていきます。もう一度確認してください。右がジョルジョ・ヴァザーリの描いたバフォメット、左が女王プアビの墓から見つかったバフォメットに酷似した、動物イコールドラゴンということになります。となると中央のこのバフォメットはヤギではないということになります。そしてヤギではなくて竜であると考えると、世界の神々の謎解きもまた大きく一歩前進することになります。ところがここで一つ問題ができるわけです。一般にバフォメットと言われている、像はですね、下半身が人間のようにして描かれています。なぜでしょうか。どうして竜をですね、人間のように描いたのでしょうかということになりますが、実はこの原型の絵を描いたのは1856年、ずっと後になってからエリファス・リーバイという人が描いたということが分かりました。つまり首から下は最近の創作ということになります。こうしてともかくも
バフォメットの像が生まれたということです。で、さらに興味深いことにですね、あのルネサンスの時代のレオナルド・ダ・ヴィンチはこうした事実をすでに知っていたということになります。それを表しているのがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がその原画を描いたとされているアンニャリの戦いということになります。この絵そのもの、つまりスケッチ画はルーベンスによってコピーされたものだと言われていますが、それはさておきですね、このアンニャリの戦いの絵の向かって右側にはドラゴン、竜が描かれています。そして向かって左側にはラム族、つまり爬虫類の顔をしたレプタリアン族の人物が描かれています。つまり隠し絵になっているということですね。今矢印で示したところにドラゴンが表現されています。向かって右側はサーペント族ということになります。そして向かって左側にはレプタリアンの人物が描かれています。注意深くご覧ください。これも隠し絵、騙し絵ということになります。一見すると左の人物は盾で顔を隠している兵士のように見えますが、見方を変えるとその顔はそのままレプタリアンの顔になります。注意深くご覧ください。上が兵士の顔ということになります。で、その顔に着色してみます。緑の部分に注意してください。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてこの顔は日本の法隆寺に所蔵されている侍像の顔と一致します。他にもこの絵の中には数多くの騙し絵、隠し絵が仕込んでありますが、ここで重要なことはこのアンニャリの戦いの絵はですね、中央で2つの組に分かれているということです。向かって右がサーペント族、つまり竜族ということになり、そして左側がラム族、つまりデイビッド・アイクの言うところのレプタリアン族ということになります。どうしてダ・ヴィンチはそんなことを知っていたのかという質問は大変野暮な質問ということになります。で、バフォメットイコールドラゴンということになります。で、このアイデアはですね、白間夏夫さんという方からいただきました。バフォメットの姿を見ていたらですね、私にはドラゴンに見えるというわけです。まさに柔軟な思考の持ち主の方ということになります。常識にとらわれないで自由にものを考えることができる人のみがこうした事実を発見することができます。で、結論ですけども、右がバフォメットです。下半身は後々、創作されたものということですね。で、中央がジョルジョ・バザールの描いたバフォメットということになります。そして左が女王プアビの、時代にすでにあった像イコールドラゴンイコールマルドックということになります。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンニャリの戦いの絵です。そしてその右がですね、これは現代アーティストによる、創作的なドラゴンの顔ですけども、酷似している点に注意してください。で、あとは選択の問題ということになります。バフォメットはヤギなのか、それともドラゴンなのかということです。ドラゴンと考えると今までの神々の謎がすんなりと解けていくということになります。つまりマルドックはサーペント族、そしてその父親は、つまりエンキエア・プロメテウスということになりますけども、エンキエア・プロメテウスはつまりはサーペント族ということになります。その息子のマルドックですから、このような姿で表現されていても何らおかしくないということになります。続く動画の中でもう少しマルドックの謎について考えてみます。